スマップの草薙が、公園で裸になって怒り出して一回捕まったということがあるんですけども、で、これが捕まって、警察が草薙の家を家宅捜索したみたいなんですけども、これについては、警察が、この和田秀樹さんは警察側は、草薙が薬物を使ったのではないかということまで考えて、捜査したのではないかということが書いてありました。で、いろいろアルコール依存症の条件が書いてあったんですけども、その中で、草薙の対応がアルコール依存症だに当てはまっていたんですけども、で、そう書いてあって、その後に、それだったらみんなアルコール依存症になるのではないかというふうな疑問が書いてあって、で、またそれに答える形で和田秀樹が、とにかく病、そういうのじゃ、一回ここで聞きたいと思います。